ムイコラーユ市電は、ウクライナの都市、ムイコラーユ市内に存在する路面電車。2021年現在は、トロリーバスとともに、ムイコラーユエレクトロトランスによる運営が行われている。19世紀後半、穀物輸出の拠点として、成長を続けていたムイコラーユでは、都市内を結ぶ公共交通が求められるようになっていた。これを受け、 1892年に、ムイコラー・イウ市内に、馬車鉄道網を建設する計画案が提出され、審議を経て1896年に、ベルギーの事業者とムイコラー・イウ市との間に、馬車鉄道の運営に関する締結が結ばれた後、1897年春から、建設が始まった。オデッサで製造された客車やこれらを牽引するための、馬の訓練を終え、営業運転が開始されたのは、 同年7月25日のことである。その後も馬車鉄道号の延伸は続き、1900年までに当初計画されていた4つの系統が完成し、列車本数の増加を受けて、車庫の増設も行われた。だが、さらに発展を続ける中で、より効率的かつ進歩的な交通機関が求められるようになり、20世紀初頭に発電所が建設されたことを機に、 馬車鉄道を路面電車に置き換える計画が動き始めた。1913年にムイコラーユー氏がベルギーの事業者から馬車鉄道の運営、所有権を購入した後、翌1915年に1月3日に路面電車の運行が開始された。ただし、その後ロシア革命期の混乱の中でムイコラーユでは電気の供給が停止し、一時的に馬車鉄道が 路面電車の代行運転をする事態となった。路面電車の運行が再開したのは1925年である。ソビエト連邦成立後は路線網の拡張が続き、1930年代には営業キロ4 1トル7 1両の車両を有する路線網が築かれていた。第二次世界大戦中も路面電車の運行は続き、負傷者を港から 総合病院に運ぶ役割も担ったが、ナチスドイツの侵攻に伴う発電所の破壊、撤退時の施設の破壊により運行停止を余儀なくされた。しかし都市解放後の復興は早く、1945年時点で1 8トルの線路の復旧が完了した。これらの路面電車路線の期間は1000ミリメートルであったが、 1951年以降建設が行われた路線や同年に完成した第二車庫は、これよりも広い 1524mm に改められた。以降もムイコラーユー電は、長らく2つの機関の路線が並立して存在する状態となり、双方に新型電車の導入が行われたが、1972年までに狂気の路線の後期への改め機が実施され、 全社に導入された新型電車については、他都市へ譲渡された。一方、そのまま後期の路線網の拡張は続き、1960年時点の営業キロは、今期、後期合わせて6 4トルに拡大した。また1970年代以降は、従来の車掌業務に代わり信用乗車方式が導入された。だが、ソビエト連邦の崩壊後は、 社会的な混乱から運営組織は大きな損失を被り新型電車の導入が滞ったほか一時的に車掌業務が復活する事態も生じたさらに2011年には運営組織の再編の一環として第二車庫が閉鎖されたその一方で2000年代以降はウクライナの鉄道車両メーカーであるタトライコール有機製の路面電車車両の導入が 行われているほか、2010年代には海外の中古車両の譲渡が実施されている。第一車庫2021年現在、ムイコラーよ。市電は以下の6系統で運行している。運賃は2019年の改定以降後フリブニゃに設定されており、1ヶ月分の定期券の発行も行われている。2021年現在、ムイコラーよ。自然に在籍する。車両形式は？ 以下の通りである。ありがとうございます。